アイテム番号 SCP-563JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル1区による環境の変化が SCP-563JP にいかなる影響を与えるかが不明であるため、SCP-563JP の権限の発生する刑務所は施設ごと財団の管理下で D クラス職員の収容施設として利用されています。SCP-563JP の発生する台、雑居房には D クラス収容施設の標準監視設備に加えて2名のセキュリティスタッフを配備してください。台、雑居房には定員である6名の D クラス職員を居住させることが望ましいと考えられています。これらの D クラス職員には1週間ごとの心理検査を行ってください。説明 SCP-563JP は、県、市の、刑務所台、雑居房に発生する非実体現象です。この非実体現象は房内にその定員である6名プラスマイナス2名がに有望した場合にのみ権限します。権限が発生するまでには同一のに有望者が平均2時間をその房内で過ごすことが必要とされます。出現にはに有望者たちに暴力的、犯罪的成功があり、実際に犯罪を犯して収監された経歴があることが必要です。非犯罪者がに有望したケースではその権限が観測されませんでした。SCP-563JP がいかなる手段でに有望者の来歴を知覚しているかは不明です。SCP-563JP が権限すると、に有望者たちは体長150センチメートルほどの若い、妊娠経験のあるメスのローランドゴリラを知覚していることに気づきます。に有望者たちの証言は財団の動物学者が私有の同定を可能とするほどに詳細であり、そのローランドゴリラはどこにいるのか、今何をしているのかという質問に対し、に有望者たちを隔離したにもかかわらず全員が一貫した回答を行いました。自白剤、ポリグラフ検査、及び強度の高い尋問を行った結果、彼らが括弧少なくとも現実と区別がつかないほど鮮明な括弧とジローランドゴリラを知覚していると信じていることが判明しました。SCP-563JP は、その雑居房にローランドゴリラが存在した場合に、動物行動学的に予想される行動とほぼ一致した振る舞いを見せますが、対象実験で用いられた現実のローランドゴリラよりも人間に対する親和性が高い傾向があります。現実のローランドゴリラ同様のサイクルで食事、睡眠を行いますが、に有望者たちは SCP-563JP が食べている餌カッコササ、食パン、バナナとカッコトジが出現する瞬間を目撃することはできませんでした。また、排泄物も一定の時間カッコ20分前後カッコトジでに有望者たちは知覚できなくなります。SCP-563JP の権限した雑居房では二有望者たちに特異な影響が現れます。二有望者たちは SCP-563JP の前では攻撃性を減じ、精神的に落ち着いた状態になります。SCP-563JP の権限した房内では暴力事件はほとんど起こらず、二有望者同士のトラブルもほとんどの場合穏健に、他の二有望者による仲裁で解決される結果に終わりました。また、に有望者たちは自発的に房内を整頓し清潔に保ちました。そのような模範的行動をとった動機について彼らは、そうするべきだと感じた、彼女が見ている、と証言しています。また、彼らは台、雑居房から移動させても SCP-563JP の心理的影響を受けたままであることが明らかになりました。これが単純に SCP-563JP の影響を受けた記憶を有しているという学習の結果によるものなのか、二有望者に SCP-563JP が心理的介入を与え続けていることが原因であるのかは不明です。いずれにしても、C クラス記憶処理で SCP-563JP の記憶を削除することによって影響を排除することが可能なのは確かです。SCP-563JP の記憶を保持することは一般的に二有望者の精神状態を良い状態に維持する助けになりますが、房の移動が原因で反抗的になるようであれば C クラス記憶処理を行うことが推奨されています。とはいえ、多くの反抗的な D クラス職員は台、雑居房での記憶を処理されることを望まないため、D クラス職員に対しては記憶処理の有効性を説明することで制御を容易にすることが可能です。ほい。インタビューログ563、4。非尋問者の D-1865 は2件の強盗殺人によって死刑判決を受けた D クラス職員です。D クラス職員として採用された後も D クラス職員同士のトラブルを起こしていたことからこの実験の被験者として選出されました。
P、1865はこのインタビュー時点で15日間を大、雑居房で過ごしており、その間はトラブルを起こすことはありませんでした。尋問は大、雑居房内をパーティションで区切った上で、他の同房者たちを薬物抑制した状態で行われました。保安規定に従い2名のセキュリティスタッフが尋問に立ち会いました。博士。ではインタビューを始めさせてもらうよ。この大、雑居房に移ってから君も、君と同じ部屋で暮らす同僚たちも随分落ち着いているように見えるね。P、1865。それは、カッコ D、1865は少し口ごもるカッコ閉じなぁ。制服の旦那の脅しは本当に効いた。俺はこの棒から出たくない。だがこれは必要な尋問なのか？博士。必要でなければ尋問などしないよ。答えたくない理由でもあるのかな？ P、1865。そういう役じゃねえ。いや、そういう役なのかもしれねえな。今から俺は柄にもない話をする。みんな寝決まってるしな。笑うなよ。博士。笑ったりはしないさ。私は君の話を聞くことで SCP-563-JP がどういうものなのか知りたいだけだ。笑うのは私の仕事じゃない。この場所に移ったことで君にどういう影響があったのか続けてもらえるかな。P、1865。あんたら白衣の連中が言うように俺たちは変わった。多分恥ってものを知ったんだろうな。もちろん俺たち全員はこの場所に来たるまでも恥ってやつは知ってた。というか、知ってると考えてた。だが俺たちの知ってるのは要するに舐められたくないってことだけだった。博士。というと？ P、1865。そっちに突っ立ってる旦那ならわかるんだろうがな。カッコ D、1865は同席しているセキュリティスタッフを見やるカッコと事務所でも街でも、俺たちがそうだったような連中はいつも同じことを考えてる。舐められたくねえ。舐められたら終わりだ。腰抜けだってバレたら便所に近い寝床に追いやられる。いや、ちょっと違うな。便所になるんだ。大口を開けてた船奴らが俺の上にまたがるのをこらえなきゃならねえ。だから俺たちはキレてる連中の中でも一等キレてる奴じゃなきゃならなかった。カッコ D、1865が強盗を行った店名。カッコ閉じでのこともそうだ。俺は、クソ、わかるかよ。カッコ D、1865の表情が変わり、部屋の一点を見つめると視点を、博士に戻すカッコ閉じ。いや、つまり、そういう表現しかできない事柄があるってことだ。汚い言葉遣いをして悪かったよ。許してくれるか？博士。ああ、もちろんだ。かつての状況はわかった。でも今は違うと。つまり、今君の見ている SCP-563-JP が今の君の態度に繋がっているという理解でいいんだろうか。P、1865。そういう言い方をするんじゃねえ。ここでは誰もが敬意を払って話すことになってんだ。博士。では、彼女、と呼ぶことにしようか。それでいいかな？ P、1865。構わねえ。俺たちもそう呼んでる。もっとも、彼女、に話しかけても答えてくれるわけじゃねえから、彼女、がどう思ってるかはわからねえがな。博士。話しかけても答えてくれない、彼女、がどうやって君たちを変えたのか、そこが私たちの知りたいことなんだ。続けてもらえるかな。P、1865。彼女、は、俺たちのことを見てるんだ。無所属そう垂れて、すまねえ。便所にいる時も誰かに見られてる。だが、彼女、の目つきは無所の目つきとは違うんだ。目玉の後ろにいる何かが違うんだと思う。俺たちが汚ねえ言葉遣いをしたり、ガンをつけただつけてねえだで言い争ってる時もほとんど変わらない。俺たちのやってることが理解できてるのか理解できてないのか俺にはわからねえ。いや、でかい声を出したりしたらびっくりしたりするんだがな。ただ、彼女、の、他の連中とは違う目つきで見られてると、なんでこんなことをしてるんだって気分になっちまうんだ。そうなったら、なんでこんなことをしなきゃならねえ？もっとマシなことが世の中にはあるんじゃねえのか？って考えるようになる。俺の場合はそうだった。多分これが恥じるってことなんだと思う。この棒にいる他の連中がどう考えてるかはわからねえ。だが全員、彼女、がいた方がいいって思ってるのは確かだ。博士。いや、だがゴリラなんだろう？ P、1865。そうだ。だがあんたは何もわかっちゃいねえ。